どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、a n a ペイがですね、すごい前にですね、a n a ペイっていうのを 発表しましたよね。で、その時に ANA Pay っていうのはコード決済のみのサービスだったわけなんですけども、まあこれがね、一旦終了になりまして、ANA Pay っていうのは今ね、Apple Pay でもね、利用することができますし、クレジットカードの番号をね、入れたりして、利用することができるサービスだったわけなんですけども、先日ですね、ANA の前回のね、コード払いっていうのも、今回ね、新しい ANA Pay にも実装されたということで、こちらね、リリース記念のキャンペーンが来ておりますので、 で、本日はこちらの解説とですね、またね、JALPay ありますよね。 a l p ペイもですね、こちらね、先日発表がございまして、リリースね、キャンペーンがね、開始になっているっていう風になりますんで、本日はね、こちらの2つ解説ね、やっていきたいなと思います。ということで、まずですね、ANA ペイの方でですね、コード払い機能が登場ということで、ANA ペイで最大5000マイルプレゼントキャンペーンがね、開始になります。で、こちらね、あの、残念ながらですね、この5000マイルもらえるっていう方は、ANAJCB カードでね、新規入会キャンペーンがね、含まれているっていう いう風になりますんで、まあ、ほとんどの方はですね、300マイルぐらいしかねもらえないキャンペーンなんですけども、まあもらっといてね損はないのかななんていう風に思っておりますんで、ぜひねこちら、えー、拾っといていただければななんていう風に思います。まずね今回のキャンペーンで、ね、エントリーが必須になっておりまして、えー、キャンペーン期間ですね2023年11月の7日から2024年2月の29日、えー、23時59分までっていう風うになります。 で、今回ね、対象のお客様ということで、キャンペーン中に参加登録及び ANAPay をご利用いただき、条件を達成した方に、ボーナスマイルをプレゼントということで、詳細はキャンペーンをね、必ずご確認くださいということで、まずね、先ほど言った通りね、エントリーが必須になっておりますんで、このキャンペーン利用される方は、確実にね、エントリーしといていただきたいなと思います。こちらね、概要欄に載せておきますんでね。で、まずね、得点が3つに分かれておりまして、 えー、一つずつね、紹介させていただくわけなんですけども、こちらね、特、え、典、ー、1はですね、新規登録した方のみということで、 ANAPay に新規登録し、ANAPay3000 以上を決済すると500マイルプレゼントということで、え期間中ですね、ANAPay に新規加入の上、3000以上決済された方に一律500マイルをプレゼントいたしますって言った形になります。で、こちらね、キャンペーン決済額は期間中の累計、ANAPay の新規投入会社のみ対象、決済方法は問いません。ana キャッシュ決済分だけでなく ANA Pay マイル決済分もキャッシュキャンペーン対象という風になりまして複数回条件を達成いただいても期間中に500マイルのみプレゼントいたしますといった形になります二つ目ですね ANA Pay の ANA カードから5000円以上チャージすると300マイルプレゼントということでこちらですねすでに ANA Pay に加入されている方も対象という風になっておりますので今現時点ですね ANA Pay 保有されている方に関しては 5000円以上ねチャージしていただくと300マイルもらえるっていう風になりますのでこちらねぜひ拾っといていただきたいななんていう風に思います。でこちらねキャンンペーン期間中に ANA のカードから ANAPay にキャッシュへの5000以上のチャージで300マイルがね、もらえるっていう風になりますんで、ANA カードっていう風になりますんでね、他のカードからではなくて ANA カードからチャージしたら300マイルがね、もらえます。で、こちらね、対象のブランドは Visa, Master, JCB, d y n a s ですということで、こちらね、アメックスが入っておりますね。まあアメックスね、この ANAPay チャージすることができませんので、この点はね、覚えておいてください。で、家族カードからの ANAPay のチャージ額は 本会の ANA チャージ分とみなされますえ、家族カードをお持ちの方は、特典2を達成された場合、キャンペーン特典は、本会員様に付与されますって言った形になりましてえ、こちらもね、複数やってもですね、300マイルは1回しかもらえないっていう風になりますんで、 この点はね、注意してください。で、3つ目ですね。ANA JCB 新規入会キャンペーン、ANA Pay へ、ANA JCB カードから3万円以上チャージすると4200マイルプレゼントということで、期間中、ANA カード JCB へ新規入会の上、ANA JCB から ANA Pay キャッシュへ3万円以上チャージしていただくと、一律4200マイルがね、もらえるっていただになります。こちら、すでにね、入会されている方も対象なんですけども、 新規入会でね、ANA のね、JCB カード発行しないとね、こちら対象にならないっていうふうになりますんで、まあこちらね、あの、利用できる方ね、かなり少ないと思うんですけれども、この点はね、覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。まあ以前ね、ANA JCB カード、 ANA のね、キャンペーンのまとめ動画でですね、こちらね、新規入会キャンペーンね、あの、解説で出しておりますので、まあ、気になる方はですね、そちらね、ぜひ、えー、チェックしてみていただければな、なんていうふうに思います。まあ、こういった感じになっておりますかね。まあ、このキャンペーンでね、新規入会される方はね、まあ、いいのかな、なんていうふうに思うんですけども、まあ、これ利用するんだったら、こっちもね、確実に取ってね、えー、いただければな、なんていうふうに思いますかね。まあ、特に注意事項とかはね、ないんですけども、 えっとね、a n a ペイのね、あの動画を出すとですね、必ずね、質問が来るんですけども、このね、a n a ペイっていうのはですね、チャージでもマイルが貯まるっていう風になるんですよね。で、またね、利用すると200円につき1マイルがね、獲得することができるっていう風になりますんで、a n a ペイで決済すると0.5%還元で ANA マイルが貯まるって言いたがちになるんですよね。で、ANA のね、クレジットカード、一般カードであれば1000円につき1マイル。 ゴールドカードであれば1000円で6マイル。プラチナプレミアムカードだったら1000円で11マイルがね、チャージすると貯まるっていう風になるわけなんですけども、こちらね、ANA のクレジットカードで、このクレジットカードたちのポイントありますよね。これがね、付与されるって思う方はね、結構いらっしゃるみたいなんですけども、あの、ANA カードからね、ANAPay にチャージしていただいても、このマイルしかね、たまらないんです。はい。ですので、まあ、このね、 一般カードであれば、普通ね、0.5%還元から1%還元取れるっていう風になりますけども、それは付与されず、1000円につき1マイルがね、 付与されますゴールドカードであれば、本来ね、100円で1マイルえ貯まるわけなんですけども、1000円で6マイルしか ANAPay にチャージした時はたまらないっていう風になります。まあ、プレミアムカードも1000円につき11マイルしかね、たまらないっていう風になりますんで、重複してね、溜まったりいたしませんのでえ、この点はね、覚えておいていただきたいな、なんていう風に思います。ですので、まあ、一般カードだったら0.1%還元ですし、 ゴールドカードだったら0.6%還元ですし、プレミアムカードだったら、プラチナプレミアムカードであれば1.1%還元というふうになりますんで、まあこれにね、利用した時の0.5%がね、上乗せされるわけなんですけども、クレジットカードを利用した時のですね、ポイントっていうのはたまらなくなっているっていうふうになりますんで、まあちょっとね、ややこしいんですけども、こういった形になっておりますんでね、この点は、えー、覚えておいていただきたいな、とていうふうに思います。 それでは次にですね、JAL マイレージバンクアプリ JALPay リリース記念キャンペーンということで、いや、ちょっと待てよと、リリース記念 ?JALPay って結構前からありましたよねって話なんですけども、まあこちらですね、今までね、これ JALPay っていうのは JAL グローバルウォレットの一部の機能って言ったがちになってたんですよね。 ですので、JAL グローバルウォレット持ってないとね、利用できなかったと思うんですけども、利用できなかったと思うんですけども、え今回ですね、この JAL マイレージバンクアプリをですね、ダウンロードしていただければですね、このね、JALPay 利用することができるって言った形になっております。で、このね、JALPay のキャンペーンですね、一緒にね、キャンペーンめちゃくちゃ打たれてるんですけども、これね、もらえるのですね、ほとんど JALPay ポイントということで、簡単にね、もらえるのはね、この50 マイルだけっていう風になりますんで、もしねこの50マイルね拾っておきたいよっていう方はこの JAL マイレージバンクアプリね入れていただければななんていう風に思います。で今回ねこの JAL ペイがね Apple Pay に登録することができるようになったんですけども、まあ、全然ねあの盛り上がってないんですよね。 というのも、これ JALPay っていうのはですね、ANAPay にね、今回あの登録することができるようになって、200円で1マイル貯まると思うんですけども、まあこちらですね、この JALPay のチャージっていうのはですね、ANAPay と違って、クレジットカードからチャージすることができないんですよね。ですので、こちらね、銀行とかね、まあ、マイルとかね、そういったものでしかね、チャージすることができないっていうふうになっておりますので、もしね、今まで全然導入してないですよっていう方、 ままたこのマイルだだけけ、ねまあ、取っておいていいいいればなとなう,うに思いますで、キャンペーンをですね、いくつかね、紹介していきたいな、なんていうふうに思うんですけども、まずね、先ほど言いました、JAL マイレージバンクアプリダウンロードキャンペーンということで、こちら JAL マイレージバンクアプリをダウンロードしてログインしていただくと、50マイルがね、獲得することができます。こちらね、JAL のお客様番号とパスワードでね、ログインすることができますんで、まあ、ダウンロード通じてログインするだけなんでね、こちらぜひ利用しといていただきたいなと思います。 まあ、地も積もればね、50マイルということでえ、ぜひやっておきましょう。こちらね、特に難しいこと書いてないんで、ここはね、割愛させていただきますけれども、12月31日までっていうふうになっております。で、次ですね、JALPay 設定キャンペーンということで、ここからね、JALPay ポイントがね、入ってくるっていうふうになっておりまして、こちらマイルではなくて、JALPay、まあのね、あの、ポイント、JALPay の残高みたいなね、 感じで付与されるって言いた形になります。JALPay 設定を行った方にすぐ使える6 0 0ペイポイントということで、まあこのね え、JALPay 自体はですね、クレジットカードも出せますし、Apple Pay にもね、あの、設定することができるっていう風になりますんで、カード番号を出せますんでね、この600ポイントに関しては、まあ、もらったらね、すぐ甘木買ってもね、OK かな、なんていう風に思いますんで、まあ、こちらね、やっといてもいいんじゃないかな、なんていう風に思います。まあ、マイルじゃなくてめんどくさいっていう方は、まあ、スルーしといてもね、いいのではないのかな、と思います。まあ、個人的にはね、おすすめですね。で、対象となる方ということで、JALPay 設定を初めて行った JALPay 会員の 方ということでこちらね。すでにグローバルウォレットカードをお持ちの方でも jal。 ジ JAL マイレージバンクアップには初めて j a l ペイセ設定を行った場合や、j a l ペイ設定より先に JAL グローバルウォレットカードが発行になった場合、j a l ペイポイント付与対象になりますが、ポイントは即時積算されません。2023年11月7日以降に j a l ペイに再入会、再設定された方は対象外ですって言った形になります。特典付与時期ということで、初めて j a l ペイ設定された方は即時もらえるっていう風になりますので、これはいいですよね。まあ、600円分コンビニとかでね、支払いして、 いただくみたいなあんまり急行にあの カード番号でね、甘ギフ購入とかも OK っていった形になります。すでにグローバルウォレットをお持ちの方、JALPay、えー、設定次の翌月末までに積算。私はね、こっちに該当するんですけども、私の場合はね、来月末に、えー、もらえるって言った形になります。で、次にですね、えー、こちらも JALPay ポイントということで、小学前よりレートアップキャンペーンということで、期間中何度でも500マイルを500円相当の JALPay ポイントに交換することができるって言った形になります。こちら1万 マイル未満のねアプリチャージしていただくと同じポイント数のねジャルペイポイントが交換いただけますということで1対1で交換できますよっていうキャンペーンですかねまあ利用される方はですねそんなにいらっしゃらないと思いますのでここはね割愛させていただきますまたね高額マイルレートアップキャンペーンということでこちらで、ね、1万マイル以上あって1万マイルをねもうどうしようも使い道が考えられないっていう方はこちらで、ね、1万マイルね JAL ペイにチャージしていただくと1万3000分のポイントでね、利用することができるっていうふうになりますんで、30%増量でね、利用することができますんで、まあこちらね、マイル余ってる方でもう使わないよっていう方は、こちらね、交換しちゃってもね、1万マイル以上であればですね、30%増量でね、利用することができるっていうふうになりますんで、まあ、こちらね、悪くないのではないのかなと思います。 で、次にですね、こちら、えー、j a l p ショッピングマイル3倍キャンペーンということで、まあ、こちらね、利用していただいてね、結構いいのではないのかな、なんていうふうに思います。期間中、ショッピングマイルが3倍にということで、通常 j a l p イは、えー、通常200円につき1マイルのところ、200円で3マイル積算ということで、200円で3マイルっていうふうになりますんで、1.5%還元っていうふうになるんですよね。まぁ、あ、JAL カードっていうのは、まあ、基本的にね、1%還元が多いと思いますので、まあ、こちらね、 1.5%還元で JALPay 利用することができるっていうふうになりますし今回ね ApplePay またねカード番号も出せるっていうふうになりますんでこちらねかなりおすすめですでキャンペーンで、ね、エントリーが必須になっておりますんでエントリー確実にね行ってくださいで期間がね11月の7日から2024年3月31日ということでかなり長期間ねやっているって言ったがちになりますで対象の方は会計の際 JALPay でおっしゃられていた JALPay 会員の方えマイル積算時期は 利用月の月末まで、に積算で注意事項ですね。キャンペーンにはエントリーが必要。登録がない場合は対象外となります。ということで、2024年1月にキャンペーン登録された場合、2023年11月の12月はキャンペーン対象外。24年の1月から3月はキャンペーン対象になるって言ったはになります。で、こちらね。 本マイルの上限っていうのが2000マイルまで月っていうふうになっておりますんで、計算しましたところ対象支払い金額は1.5%還元で2000マイルまでっていうふうになりますんで、13万3400円がえ月のね上限っていうふうに なります。まあ、そちらまで使っていただくとですね、このね、上、え、限、ー、ぐらいまでね、えー、利用することができるっていうふうになりますんで、こちらね、ぜひ覚えておいてください。JALPay ね、今回アップルペイまたね、カード番号も出せるって言った形になりますんで、まあ、こちらね、結構いいのではないのかな、なんていうふうに思うんですけども、JALPay ね、クレジットカードからチャージすることができませんので、まあ、マイルか、もしくは現金でね、あの、銀行振り込み等々でね、チャージしていただくって言った形になります。で、ショッピング利用期間は、JALPay し データ分が対象ネット決済プリペイドカード決済コード決済タッチ決済いずれも対象っていった味になります。 まあ、こういった感じになっておりますんで、こちらね、利用する機会のある方はですね、ぜひね、1.5%還元で JAL マイル貯まるっていうふうになりますんで、ぜひね、利用してください。で、次に JAL ネオバンク新規講座解説キャンペーンですね。新規で JAL ネオバンク解説で2023年12月31日時点で、円算高が1万以上の場合、500JAL ペイポイントをもらえるキャンペーンがやっております。まあ、こちらね、今となったらもう、 あのなくてもね、あの困りませんので、そんなに必要じゃないかなっていうふうに思いますんで、まあ、これはスルーでいいですかね。で、次に、JAL ネオバンク、講座をお持ちの方限定ということで、ご利用状況に追いつけ、毎月ボーナスマイルがもらえるって言い出しになります。で、毎月。 JAL ネオバンクから、JAL ペイへ2万円以上チャージ及び、JAL ペイを2万円以上付き利用した方に150マイルをプレゼント。さらに期間限定で、JAL ネオバンク口座から、JAL ペイへ5万円以上チャージ及び、JAL ペイを5万円以上利用した場合、450マイルプレゼントということで、まあ、こちらね、JAL ネオバンクの口座を持っている方はですね、まあこういった感じでね、 え、チャージして利用していただくと、え、追加マイルもらえるっていう風になりますんで、まあ、こちらもね、持っている方は、まあ、おすすめっていう風になりますんで、ぜひね、利用してみていただければなと思います。まあ、JAL ネオバンクからですね、2万円、え、チャージして、え、2万円甘り購入すれば、プラス1000、 プラス150マイル。5万円チャージして5万円使えば450マイル追加でもらえるっていうふうになりますね。で、こちらもね、まあ、悪くないのかななんていうふうに思うんですけども、まあ、持ってる方限定にはね、なるかなっていうところですかね。で、次にですね、非対応通貨ご利用マイルということで、日本円から当社とおり使い14通貨以外の通貨をご利用でボーナスマイルズプレゼントということで、こちらね、非対応通貨のご利用はショッピング ATM コース、もしくはショッピング専用コースである必要があります。 というこ,とでこの JALPay っていうのはですねお客様の申し込み状況によって設定いるサービスが 設定されているコースが異なります。コースによって利用限度、海外利用書きなどが異なるため、ご利用方法にコースを合わせてご変更くださいということで、今のね、コースの確認が、まあこういった感じでね、利用することができるわけなんですけども、まあこういった感じでですね、3つのね、コースに分かれてるっていった形になります。まあこちらね、人それぞれね、異なる。まあ私はね、あの本人確認、 処理等々ね、訂正してますんで、このショッピング ATM コースになっているわけなんですけども、ショッピング専用コース、もしくはショッピングプラス ATM コースじゃないと、このキャンペーンはね、利用することができないって言った形になります。JAL カードをね、持ってない方はね、コース未選択になるみたいなので、まあそういった方はね、利用することができないって言った形になります。で、対象のなる方ということで、日本円から当社取扱い14通貨以外の通貨をご利用いただいた JALP a y 会員の方ということで、 得点がショッピング ATM コースの方は1000円付き7マイル0.7%還元ですね。ショッピング専用コースの方は1000円付き5マイルということで0.5%還元というふうになります。で、当社が取り扱い通貨は以下となりますということで、米ドル、ユーロ、ポンド、ゴードル、ニュージーランドル、カダル、スイス、フラン、香港ドル、バーツ、シンガポールドル、マレーシアリンギット、中国圏、台湾ドル、韓国ウォンということで、 これ以外のをね、利用した場合、まあこちらのね、マイルがまあもらえるっていうふうになりますんで、まあそんなに利用する方ね、いらっしゃらないかななんていうふうに思うわけなんですけども、一応ね、こういった感じでマイルをもらえるって言ったがになります。まあこういった感じですかね。まあ j a l p a y もですね、かなりね、リリース記念キャンペーンということで、まあいろいろね、あのキャンペーン打っているわけなんですけども、マイルの獲得 っていうね、意味で考えるとですね、かなりね、あの、渋いですよね。a n a ペイのね、三井住友カードのね、チャージのキャンペーンとか、本当に1万マイルぐらいで、ね、もらえるようなキャンペーンが、まあ結構出てたりしましたんで、まあなんかね、いいキャンペーン来るかな、なんていうふうに思ってたんですけども、結構ね、渋めのキャンペーンがね、まあ来たっていう風になりますよね。ということで、今回ですね、a n a ペイと j a l ペイのね、キャンペーン、解説ね、させていただいたわけなんですけども、 このタイミングでね、JALPay がリリースされたということで、まあ、先日ね、細かい話で、ね、話させていただいたと思うんですけども、JAL はね、新ステータス制度っていうのを11月中に、ね、発表するっていうのをもうすでにね、発表しているおりますので、まあ、今回ね、JALPay がこのタイミングでリリースされたということは、まあ、このね、JAL も、あの、ANA のね、ライフソリューションみたいなね、ああいう感じで、まあ、決済額によってですね、ステータスがね、取れるようにするのではないのかな、なんていうふうに、 ちょっとね、予想しておりますかね。まさかね、このタイミングで j a l p イがね、あの、リリース記念みたいなキャンペーンが来るとはね、正直思っておりませんでしたので、多分ね、そうなのではないかなっていうふうに思っております。どうですかねもしね、あの、なんか思うところがございましたら、ぜひね、コメントいただければなと思います。ということで、今回の動画ね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターイン Instagram、LINE 公式アカウントやっておりますんで、ぜひね、チェックしてあげるととても嬉しいです。 それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ